京都南海館京都南海館は、京都府京都市南区西球場河原城町110にある映画館、ミニシアター。運営会社は、金属リサイクル事業などを展開する岩尾本、金属株式会社である。京都市のミニシアターとしては、京都南海館の他に京都シネマ屋で町座がある。休館時代の2015年。 平成27年時点で、客層は40代から50代の男性が圧倒的に多いとされ、一般的な映画館に多いシニア世代は比較的少ないとされる。熱心な映画ファンの常連が多いことから、南海間でヒューマンドラマ作品の人気は今一つであり、アレハンドロ・ホドロフスキーの作品や、ムカデ人間など、強烈な個性を持つ作品が支持される傾向にある。 長年にわたって継続している企画として、怪獣特撮映画の特集上映がある。かつては年末に京都怪獣映画祭ナイトとして行っており、毎回満席になるほどの人気があった。2015年時点では、怪獣特撮映画の特集上映が毎月開催されるようになり、怪獣映画の聖地と呼ばれることもある。1993年、平成5年以後には、 オールナイト上映も人気企画として親しれている。当時はオールナイト上映を行う映画館が多数あったが、2018年、平成30年時点の京都市でオールナイト上映を行っているのは南海館のみである。2019年、令和元年8月23日の海館時点の料金は、一般1800円、シニア1000円、学生1000円、障害者1000円。 会員1000円である。毎月1日と毎週水曜日は1100円に、毎月21日は1000円に、毎年12月1日は1000円に割引される。1年間に2回以上干渉すると割安になる。会員制度を設けている。会員は、干渉料金が一律で1000円となり、会員の同伴者も1500円に割引される。また、京都シネマや出待座など、 全国のコミュニティシネマ提携館で会員証を提示すると割引が受けられる。休館時代は全席自由席であり、作品ごとの入れ替えを行っていた。かつては飲食も自由であったが、2009年頃から食べ物は館内販売品に限るという制限が設けられた。なお、休館時代のロビーは飲食自由だった。休館時代には無料駐車場があり、 車の鍵を受付に預けることで利用できた。休館のロビーには、キネマ巡行などの映画関連書籍を閲覧でき書化が設置されており、三冊までであれば、考え貸し出しも可能だった。現行館は、全席指定席であり、作品ごとの入れ替えも行っている。現行館の開館に合わせて、休館時代には行っていなかったチケットのネット、予約サービスを開始した。 原行館には専用駐車場や定型駐車場はない。旧館時代は154席の1スクリーンであり、縦長でワンスロープという特徴的なホールだった。原行館は30席から126席までの3、スクリーン計210席を有している。このうち最も大きなスクリーン1は、デジタル上映以外に 35mm フィルムと 16mm フィルムの フィルム上映にも対応している。旧館時代のスクリーンより小さいものの、スクリーン1は横6.6メートル縦2.8メートルの大きさである。座席はいずれもフランスのキネット車製であり、スクリーン1とスクリーン3が赤色、スクリーン2が灰色である。建物東側の外壁を覆うステンレスメッシュ板は上映スクリーンをイメージしている。 1950年代の南館は、木造2階建ての建物であり、500席の位置、スクリーンを有していた。木造館時代の南館では、小築、日活、新東宝の各社の邦画を上映していた。1963年、昭和38年12月には、鉄筋コンクリート作り3階建てのビルに建て替え、邦画の風切り館として営業を再開した。 映画黄金期の1960年、昭和35年時点では、京都市に70館の映画館が、うち、南区には、八千代座映画劇場、東区上札の辻町、旭館、東区上南岩本町、富士映画劇場、西九条小寺町7、南洋館、西九条海が、町3、南館、西九条営城町34と、 南館を含めて5館の映画館があった。昭和40年代から昭和50年代には映画が車用産業化し、南館では成人映画も上映した。1980年昭和55年時点で京都市の映画館は27館にまで減っており、南区の映画館は南館のみとなっていた。1988年昭和63年には、 金属リサイクル業を営む岩尾本、金属株式会社が南館を買収し、京都南海館に改称した。これに伴って、再び一般映画を上映するようになった。1993年、平成5年には、京都駅北側のルネサンスホールが閉館し、ルネサンスホールを上映拠点としていた映画上映会社 RCS が、 京都南海間のプロデュースを手掛けるようになった。RCS は、ロードショー上映やリバイバル上映以外に、ポップコーンナイトという覆面上映会などを行い、その独特な番組編成や企画が話題となった。特に、ジャンリュック・ゴダール、アッパスキア・ロスタミ、黒沢清志、相米・シンジなど、国内外の著名監督に焦点を当てた、オールナイトの特集上映に定評があった。 単一スクリーンの映画館でありながら、年間300本を超える作品を上映した年もあった。映画監督の三島由紀子は、京都州京区の東映京都撮影所で助監督を務めていた頃に、南海館通っていたという。かつて建物の1階にはパチンコ店があり、パチンコ店の店員の声が映画館まで響いてきたこともあったという。2010年。 平成22年3月14日に RCS との業務提携が終了すると4月1日からは南海館が独自に番組編成を行う映画館として上映を再開した。番組編成は RCS 時代を踏襲したものとなったが配給会社と直接交渉する必要が生じたことで上映作品を集めるのに苦労し観客数は大幅に減少した。 RCS 時代に人気のあったオールナイト上映が行えなくなり、後に支配人となる吉田由里香は、この時期を暗黒の3年間と表現している。2013年、平成25年には、京都造形芸術大学映像芸術コース出身の吉田由里香が24歳の若さで支配人に就任。2014年、平成26年に、インド映画特集の一本として、 きっと、うまくいくを上映した際には、階段の元まで、観客の行列が伸びるほどの人気を得た。2016年、平成28年1月に、デビット・ボーイが死去すると、南海間は、ボーイの初主演作品、地球に落ちてきた男の上映権を取得し、他館に先駆けて、同年8月13日から上映した。1963年、 昭和38年春工の建物は、老朽化していたが、多額の費用がかかる耐震工事を断念した。2018年内の営業再開を目指して、移転候補地を調査中として、2018年、平成30年3月31日に一時、閉館した。3月中旬からは、さよなら特別工業を行い、ミュージシャンの曽我部圭一や向井秀則が出演する、マッチ。 アップシアター、スタッフが手作業で椅子を揺り動かしたりする4、デラックス風上映、金沢映画祭2018、ギミックシアターイン、京都南海館、京都南海館さよなら爆音上映サンデーズ、プロデューストバイボイドなどが行われた。最後の6日間は、一般的な特集上映を行い、シェルブールの雨傘、ロシュホールの恋人たち、青い春など38本を上映した。 旧館から国道1号、九条通を挟んで75メートル北東には、岩尾本金属株式会社が所有する、元銀行の建物がある。2019年、平成31年1月にはこの建物を映画館として使用するための改修工事に期し、5月に、竣工した。旧館の一時閉館から1年半後の2019年、令和元年8月23日、この建物で、 南海館が再開館した。スクリーン数は休館時代の1スクリーンから3スクリーンに増加している。前日の8月22日に行われたリニューアル海館記念式典には映画監督の三島由紀子や丁義信、藤川大作京都市長、赤松玉女京都市立芸術大学学長も列席している。8月23日夜から24日早朝に かけて移転後初のオールナイト上映、未知との遭遇が行われ、未知との遭遇、ジョーズ、E.T. など、スティーブン・スピルバーグ監督作品を上映した。なお、旧館時代の建物は2019年後半に取り壊されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。